シドニー近郊の紅葉樹林紅葉樹林とは、上緑紅葉樹林の一種で、夏季の乾燥に耐えることができる森林のことである。暖温帯における、上緑紅葉樹林としては、昇葉樹林と対を成す存在である。地中海性気候の地域で多く見られる。この気候帯においては、年間雨量はある程度確保されるが、夏季に雨が少ない。冬季はさほど低温ではない。 したがって、生育撤去に水条件が良くないため、葉は小さくて硬く、乾燥に耐える形をとる。紅葉樹林の名はこれに由来する。オリーブコ古力菓子イナゴマ豆などが代表的な構成樹種である。しかしながら、地中海沿岸は人類の歴史上でも特に人間の活動の盛んな場所であったことから、この方の森林で現存するものはほとんどないと言ってよい。 同じく商用樹林も多くの地域で消失に近い打撃を受けているが日本のように残っている地域もあちこちにある。これは特に地中海周辺は牧畜がよく行われたことから植生への直接の影響が大きかったこと夏に乾燥する気候のために回復力が良くなかったことが考えられる。一方でオーストラリアには紅葉樹林が広く分布する。ユーカリ バンクシア、アカシア、ティートリーなどがオーストラリアにおける代表的な紅葉樹であり、これらの森がオーストラリアの植生の多くを占める。オーストラリア、エスネイティブベジテーション2007デパートメント・オブ・ザ・エンバイロメント・ウォーター・ヘリテッチ・アンド・ザ・アーツ。ありがとうございます。